はい、こんにちは。UMM のキクチャンネルです。本日は農業でも採択事例が多数ある最大1000万円の補助を受けることができる、ものづくり商業サービス生産向上促進助成金についてご紹介したいと思います。新しい試みをする際に高額な補助金を受けることができるので、ぜひ最後までご覧ください。ものづくり補助金は主に中小企業の生産向上を支援する経済産業省の取り組みで、農業をされている方でも補助を受けることができます。最大1000万円、経費の3分の2の補助を受けることができます。今回の動画は制度の簡単な説明から農業での採択実績のご紹介などをしていきたいと思います。動画でご紹介する主なポイントはこちらになります。2021年現在、8月17日から11月11日の間で第8次の募集がされており、今この制度について知っていても十分に申請が可能です。この制度の主な目的として、中小規模の事業者等が取り組む革新的サービス開発、試作品開発、生産プロセスの改善を行うための設備投資を支援することが挙げられます。事業内容のご提案の際に目的に沿っているかが重要ですので、詳しくは公式ホームページの概要をご覧ください。概要欄の1になります。業種の規定はないため、農業でも活用可能な制度です。ものづくり補助金には、補助事業対象を3つに分類されており、補助金額の上限がそれぞれ異なります。まず、一般的で新製品や新サービスの開発改善を支援します。次にグローバル展開型。その名の通り、海外事業の拡大や強化を支援します。最後に、ビジネスモデル構築型です。こちらは中小企業30社以上でのビジネスモデルの構築を支援します。今回は主に一般型についてご紹介していきたいと思います。一般型の中でも2種類の枠組みに分類されます。通常の一般枠に加えて、低感染リスク型ビジネス枠があります。低感染リスク型ビジネス枠とは、コロナの影響による経済の変化に対応するためにビジネスモデルの改善改良を行う支援枠です。一般枠に比べ、補助率の優遇と広告や販売促進費用が補助対象に追加されます。コロナ禍での特別な措置のため、ぜひ選択肢の一つとしてご確認ください。補助金額と補助率は以下の図をご参照ください。事業の規模に合わせて、それぞれ上限金額が高く設定されています。補助率については基本的に一律 50% ですが、先ほどのスライドでご紹介した低感染リスク型ビジネス枠はより補助の比率が高くなっています。当然のことですが、全額負担ではないので、新たな事業を計画実行する際のリスクは伴う点には注意が必要です。補助金で使用できる主な経費はこちらの図をご覧ください。概要欄により詳しくご確認ください。補助要件は以下の通りです。年間を通して 3% 以上の付加価値を生み出すことや、従業員の給与支給額の 1.5% 上昇、事業内の最低賃金を地域別最低賃金プラス30円にすることが挙げられます。条件に反してしまった場合、事業で受けた補助金を全額返済しなくてはならない場合もあります。詳しくは概要欄に記載した ③ よりご確認ください。冒頭でもご説明したように、公の機関内に電子申請システム経由で応募し、審査を通過すれば農業でも支援を受けることができます。農家の方が申請してきた事業で比較的に多いのが、機械設置システム構築費です。例としては、特定の農作物に使用する専用機やドローンなどのスマート農業関連機器になります。審査の際に重要な項目として革命性が挙げられます。日本初の試みや特定の地区や地域において珍しい製法などの独自性のある事業内容であることが採択されやすいとされています。実際に農業経営でのものづくり補助金を使用した実例を紹介したいと思います。株式会社みやびの例です。経緯としましては、休耕田や耕作放棄地を畑に変え、有機農法でのニンニクと小松菜など葉物野菜の栽培を行っていましたが、
農業就業者の減少により人手不足に陥ってしまいました。その際に実施された事業内容としまして、植え付け機や自動パック包装機の導入などにより年間を通して農作業の平準化をすることで季節労働者を正社員化することが可能になり、雇用促進を図ることに成功しました。結果として当初の事業計画通り、四国で初のニンニク栽培が機械化される実例となりました。詳しい詳細につきましては概要欄の ④ をご覧ください。2021年9月時点では第8次応募期間中でして、その他のスケジュールは以下の通りです。応募に必要な資料など1ヶ月ほどあれば準備が可能とされているので、現時点で始めても十分応募が可能です。今回はものづくり商業サービス生産向上促進補助金について紹介していきました。農家の方でも使用可能な新規事業に必要な経費の補助を受けられる非常におすすめの制度です。採択率も 50% 前後と決して難易度の高い選考ではありません。しかしながら事業を行う費用も一定数必要となってくるので慎重にご検討ください。応募締め切りは11月11日になりますので、今からでも新規事業を考えている方には非常におすすめの補助金です。UMM のお聞きチャンネルでは今後も農業にまつわる様々な情報を共有していきたいと思います。もしよろしければチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。